私の獲物だ。私の番ね。雷よ、貫け。さて、雷よ、貫け。行くぜ。狙ってくぜ。俺は俺。手加減できねえぜ。貫け。悪くないアプローチだ。無茶じゃダメよ。行くわよ。
アズマルだ。よっ、あー、かかってきな。はっ、これは俺、いいぞ、アンちゃん。サビダレギリ。さて、イカズチを貫け。さて、突撃だ。よっしゃ、やってやるぜ。おらおらおら、お疲れさん。突撃弾。さあ、行こう。サビダレギリ。行くぜ。狙ってくぜ。手加減できねえぜ。お疲れせん。どうしようかしら。突撃だ。来た来た。サビダレギリ。さて、炎よ、燃えろ。不勉強な。治療を始めましょう。私の獲物だ。どりゃー、プランを考えねば。炎よ、燃えろ。かかってきな。さて、炎よ、燃えろ。ごめんなさいね。いいぞ。サビダレギリ。力づくだ。勝算はある。さて、あ、見せろ。プランを考えれば。
継続的に治療する。思考開始。継続的に治療する。プランを考えれば。使用する。使用する。使用する。思考開始。使用する。プラン通りだ。オープンザ電球の水を見せてやる。炎よ、燃えろ。思考開始。見せろ。甘い。継続的に治療する。さて、突撃弾。突撃弾。プランを考え。突撃弾。開始。突撃弾。プランを考えねば。受けてみろ。継続的に治療する。治療するぞ。さて、治療する。使用する。プランを考えね。使用する。さて、演算終了。赤学王アレパル。使用する。赤い四角。思考開始。受けてみろ。解を求めよう。熾烈な炎よ、生きり立て。
ブラン、激人の一発、おとば試練。思考開始。継続的に治療する。継続的に治療する。プランを考えねば。突撃弾。悪くないアプローチだ。有益だ。よし、やる。来た来た。いっといで。私の獲物、いっといで。およ、いっといで。わたしの獲物、いっといで。いただき。およ、ガオー。テラの獲物だ。いっといで。さあ、いっといで。今だ。私、ほっ、よいしょ。アクター。まずい。やっぱこれだよね。ほよ。やっぱこれだよね。私の獲物だ。いっといで。来た来た。いっといで。これだよね。さあ、行こう。いっといで。まずい。やっぱこれだよね。ほよ。よいしょー。
ておいで。行くわよ。雷よ、貫け。さて、雷よ、貫け。こっからだ。好転する。プランを考えねば。雷を貫け。行くぜ。ビリッとするぜ。どうしようかしら。雷を貫け。今よ。演算終了。赤悪王アレパル、私の獲物だ。よいしょ。私の番ね。きっとこの手で。雷よ、貫け。眠ってなさい。かかってきな。頼んだぜ。激人の一発地、おとばしれ。おや？はよ。礼を言う。ちょっとま。頼んだぜ。助かったわ。どうして？なるほどね。私の獲物だ。行っといで。今
おいおい、幸運の矢。敵陣の一発、おとばしれ。さて、イカズチよ、貫け。ほよ、さびだれ斬り。さて、受けてみろ。激人の一発、おとばしれ。いくぜ。はいよ。ありがとう。私の番ね。これでどう？はっ、それ。さあ、行こう。行っといで。いただき。よっしゃ。頼んだぜ。確かに研究の演算終了。激人の一発、おとばし。不勉強な。さて、イカズチを貫け。ほよ、ドレレレレレレ。いくわよ、イカズチを貫け。狙っていくぜ。さあ、行こう。行っといで。今だ。思考開始。イカズチを貫け。私の番ね。イカズチよ、貫け。行くぜ。やってやるぜ。狙っていくぜ。俺は俺は。手加減できねえぜ。
うしようかしら。手加減なしよ。イカズチよ、貫け。これでよし。悪い子につける薬はないの。あいにくね。プランを考えれば。イカズチを貫け。かかってきた。頼んだぜ。すまない。ほよ。イカズチよ、貫け。ごめんなさいね。こっからだ。頼んだぜ。アンちゃん。さて、イカズチを貫け。あちゃー、よいしょー。返しの太刀、私の番ね。救いの手よ。お役に立てて。さあ、行こう。開始。イカズチを貫け。かかってきな。お、頼んだぜ。シャキーン。さて、イカズチを貫け。眠ってなさい。頼んだぜ。ありがとう。うえ、いっぱいで。受けてみろ。赤悪王アレパル。行くわよ。やっと、この手で大きくするわよ。変がちょ、行っといで。私の番ね。雷鳴よ、とどろき響け。今よ。おいおい、頼んだぜ。すまない。
さて演算終了。敵陣の一発おとばしれ。来た来た。ありがとう。毎度さん。無茶しちゃダメよ。さあ、行こう。見せろ。行くぜ。狙ってくぜ。おらおら。どうしようかしら。なるほどね。プランを考えねば、イカズチを貫け。さあ、行こう。急いで。今だ。かかってきな。やめんなよ。おれ。頼んだぜ。助かったわ。行くわよ。手加減なしよ。イカズチよ、貫け。よし。ほよ。会心の槍。こっからだ。やってやるぜ。頼んだぜ。
どうしようかしら。これでどう？さて。ふっやっと、この手で。これでどう？立ち止まるわけにはいかない。よっしゃい。よっしゃ。さて、イカズチを貫け。どうしようかしら。これで。ごめんなさいね。は得意なの。イカズチよ、貫け。狙ってなさい。おお、長所を付き合ってもらうか。行くぜ。頼んだぜ。アンちゃん。オズワルド。手加減救いのってよ。これでよし。キャスティ。開始。長所を付き合ってもらうぞ。ほよ。よいしょ。カラペコだ。ガオ。かかってきます。行くわ、行く。やばーい。イカズチよ、貫け。これでよし。悪い子につける薬はないの。あいにくね。
話ね。ありがとう。この喧嘩。さあ、行こう。行っといで。どうしようかしら。なるほどね。見せろ。こっからだ。狙ってくぜ。手加減できねえぜ。私の獲物だ。マヒナ。今だ。行くわよ。行くわよ。正気。炎よ、燃えろ。行くぜ。やってやるぜ。狙ってくぜ。よっしゃ。狙ってくぜ。来た来た。わお。どやれれれりゃ。いいぞ。イカ土を貫け。さて、きっとこの手で。斧一閃。ダメだ。こっからだ。開始。斧一閃。ほよ。いただき。どうしようかしら。斧一閃。行くわよ。来た来た。さあ来い。斧一閃。行くぜ。頼んだぜ。状況は好転する。さっ、よいしょ。さびられ切り。私の番ね。ふっきゃあ。炎よ、燃えろ。眠ってなさい。こっからだ。幸運の矢。
いいもんは分け合わねえとな。お役に立てて。キャスティ来た来た。はいよ。もう一度だ。行くぜ。狙ってくぜ。行くわよ。燃えろ。ごめんなさいね。思考開始。おの一戦。ダメだ。さあ行こう。私の番ね。炎よ、燃えろ。かかってきな。頼んだぜ。シャキーン。私のガオありがとう。ありがとう。
ありがとう。どれ。ありがとう。ありがとう。ありがとう。いいお話ね。ありがとう。いいお話ね。いいお話。ありがとう。いいお話。いいお話ね。
ありがとう。いいお話に。ありがとう。いいお話ね。いいわ。
今の聞こえた？ええ、どこから？あそこ。もしかしてグラチェス君かな？早く捕まえて帰りましょう。だってここ。寒い、寒すぎる。私寒いの苦手なの。風邪ひいちゃうわ。風邪ひきそうな時は首をトントンすればいいよ。ありがとう、オシュト。首をトントン。ちょっと、それは鼻血の時でしょ。適当言わないでよ。あら、叫んだらポカポカしてきた。いつも楽しそうだね、マヒナは。おかげさまで。とにかくあの雪山に登ってみよっか。見慣れぬ顔、旅のものだな。ここは霊峰アルタヘ、この地の守護者グラチェスの住処だ。この雪は止むことはない。グラチェスが長い間山頂から降らせているのだ。あんなことがあってから。あんなこと？グラチェスを襲った狩人たちがいたのだ。それから我らは石章を設けグラチェスを守っている。寒いのに大変だね。お疲れ様。待て待て、ここは何人たりとも通さん。よく見ればその耳、獣か魔物か。信用ならんな。
獣は信用ならんってさ。うわっ、失礼しちゃう。そんなこと言われちゃ引き下がれないわ。仕方ない、けしかけるしか道はないみたいだ。よし、やるか。私の獲物だ、いっといで。いただき、来た来た、ガオー、ペラペラ。オッケー、飯にしよう、飯。してあげましょうか。大丈夫。それよりも、え、ちょっと、うわあ、あったまった、あったまった。なんだ、獣か。あ、ごめんね、うるさかったかな。うん、今の鳴き声、まさかお前か。人間じゃねえな。うん、よく言われる。いや待て、お前なぜここに。オーシュット、この人なぜここにいるの。さっきの門番さんのお仲間でもなさそうだし。そういや、そうだね。チッ、おかげで道が塞がっちまった。仕方ねえ、別の道を探すか。おっちゃん、ここで何してんの。お前こそ何してんだか知らねえが、さっさと帰れ。舐めてっと死ぬぞ。ここの雪はただの雪じゃない、憎しみの雪だ。憎しみ？邪魔だ。私の獲物だ。どっせい！こっからだ。おらおらおら！思考開始。炎よ、燃えろ。行くわよ。炎よ、燃えろ。ごめんなさいね。およ、
かかってきよ。おらおらおら、炎よ、燃えろ。私の番ね、復帰は。あ、炎よ、燃えろ。眠ってなさい。ごめんなさいね。どこにいたのか。すまねえな、遅くなっちまって。神さんとは会えたか。あっちでは大事にしてやれよ。ち、来ちまったのかよ。ねえおっちゃん、その人。おいっ子だ。こいつも狩人だった。俺の仲間たちはみんな殺されちまった。グラチェスにな。え、グラチェスは昔伝説の大吹雪を止め、あらゆる外敵からこの地を守ってきた。グラチェスほど強い奴はいない。教会や人々はグラチェスを守護者として崇めた。だが一握りの狩人は崇めるだけにとどまらなかった。グラチェスが偉大なればこそそれを狩ることは偉業であると。どいつもこいつも返り討ちにあったがな。唯一生き残った俺は密かに山へ入るようになった。帰らねえグズどもを探すためにな。お前が雪崩を起こしたおかげで最後のグズを見つけられた。ありがとうよ。おっちゃん、さて最後の仕事が残ってる。おっちゃんもグラチェス君を捕まえたいの？帰るんだよ。死んだ仲間のためにな。獣と人間は憎しみ合い殺し合うもんだ。お前も狩人なら獣を殺してきただろう。生きるためにね。憎しみなんてないよ。狩られる側にとっちゃ理由なんざ関係ねえ。矢が刺さりゃ生まれるもんだ、憎しみってやつは。憎しみ、私にはよくわかんないよ。でもこれはわかる。おっちゃんの狩りはなんか悲しい。そうね、王出頭。あなたの優しいところ私好きよ。さあ行きましょう。グラチェスが待ってるわ。ありがとうマヒナ、行こう。
私の太刀。行くぜ。狙ってくぜ。さて、炎よ、燃えろ。しっかりしないと。炎よ、燃えろ。使わせてもらうわ。くそ。頼んだぜ。礼を言う。お演算終了。炎よ、燃えろ。どうしようかしら。お役に立てて。ありがとさん、キャスティ。思考開始。炎よ、燃えろ。かかってきな。頼んだぜ。マジか。お役に立てて。キャスティ。炎よ、燃えろ。炎が上。マジか。使っとくぜ。プランを考え、受けてみろ。炎よ、燃えろ。赤い島の。私の番ね。手加減なしよ。炎よ、燃えろ。これでよし。ちょっとも。さて、うん、どうしようかしら。やっ、あんちゃん、はっ、くそ、ちいいね。さあ行こう。今だ。やるじゃない。おしっと、ふきゃっと、この手で突撃だ。しこ、おお、突撃弾。マジか。おらおらおら。いいもんは分け合わねえとな。私の獲物。ドレレレレレー。行くぜ。
ぜ。狙ってくぜ。炎よ、燃えろ。プラン通りだ。さすがね、オズバルド。炎よ、燃えろ。よっしゃ。頼んだぜ。礼を言う。さあ、行こう。サビダレギリ。私の番ね。炎よ、燃えろ。プランを演算終了。炎よ、燃えろ。炎よ、燃えろ。終わりだ。どうしようかしら。突撃弾。眠ってなさい。立ち止まるわけにはいかない。ない？しっかりしてよね、私の主なんだから。グラチェス君もまるで体を張って何かを守ろうとしてるみたい。あれって卵？でも割れてる。グラチェスの卵だ。10年前、俺たち人間が潰した。グラチェスは狩れなかった。狩られたのは自分らだった。だからせめて卵だけでも潰したのさ。カリウドの名誉にかけてな。許せん。悔いもしないのに命を奪うなんて。名誉ってのはそんなにうまいのか。猿、猿、忌まわしき人間たちよ。グラチェス君、ねえ、聞いて。君を迎えに来たんだよ。サレ、サレ。
その醜き心、うてつかせてやろう。あらあら、ずいぶん言ってくれること。でもこっちも帰れないわよね、オシュト。ごめんね、おとなしくさせてもらうよ、グラチェス君。思考開始。今日付き合ってもらうぞ。私の獲物だ。ドリャレレレレ。行くぜ。まあ落ち着けよ。私の番ね。突撃だ。来た来た。ねっとりするよ。さて、突撃だ。こっからだ。まあ落ち着けよ。プランを考えねば。毒撃弾。毒間違えた。キャスティ。はいよ。すまん。このままじゃ。お役に立てて。さあ、行こう。どりゃれれれれ。突撃弾。来た来た。ねっとりするよ。お役に立てて。確かに。行くぜ。狙ってくぜ。手加減できねえぜ。ほよ。ごめんね。ガロロロロロロ。私の獲物だ。やっほー。さて、
演算は終わった。かかってきな。頼んだぜ。礼を言う。行くわよ。ふっきゃあ。大きくするわよ。来た来た。ドラレレレレレー。私の番ね。突撃だ。こっからよ。まあ落ち着けよ。さあ行こう。ドラレレレレ。さて突撃だ。行くぜ。頼んだぜ。あんちゃん。オズバルド。赤悪王アレパグ。このままじゃ。手加減なしよ。やりくりは得意なの。お薬の時間ね。シャキーン。こっからだ。お、頼んだぜ。助かったわ、パルテティオ。思考開始。演算終了。解を求めよう。熾烈な炎よ、生きり立て。私の番ね。ふっきゃっと、この手で。火炎よ、焼き尽くせ。私の獲物だ。ふっきゃっ。かかってきな。どかんじゃ。やってやるぜ。頼んだぜ。すまん。
しゃ。頼んだぜ。助かったわ。プランを考えねば。熾烈な炎で生きり立て。破壊したぞ。どうしようかしら。手加減なしよ。火炎よ、焼き尽くせ。こっからだ。頼んだぜ。ごめんなさいね。行くわよ。ふっきゃあっと、この手で。炎よ、燃えろ。私の獲物だ。よいしょー、サビダレ斬り。さて、受けてみろ。熾烈な炎で生きり立て。どうしようかしら。なるほどね。行こう。サビダレ斬り。私の獲物だ。サビダレ斬り。行くぜ。おらおらおら。思考開始。突撃弾。プラン通りだ。行くわよ。炎よ、燃えろ。さあ、行こう。どうせよっしゃ。私の番ね。これでどう？くそ。頼んだぜ。助かったわ。まずい。俺は手加減救いの手。これでよし。すまない。こっちこっち。こっからだ。おらおらおら。
ジか。おらおらおら、突撃弾。どうしようかしら。お役に立てて。すまない。プランを考えねば。突撃弾。かかってきな。はいよ。もう一丁。さて、やっと、この手でやりくりは得意なの。お薬の時間ね。ありがとうさん、キャスティ。行くぜ。やってやるぜ。まあ落ち着けよ。どうしようかしら。手加減なしよ。行くわよ。いや、きっとこの手で。大きくするわよ。ごめんなさいね。私の番ね。突撃だ。さて。突撃弾。おや。どやれれれれ。さて、火炎よ、焼き尽くせ。私の番ね。火炎よ、焼き尽くせ。今よ。いいぞ、キャスティ。サビダレギリ。飛行開始。演算終了。
赤悪王アレパル。行くわよ。お役に立てて。状況は好転する。私の獲物だ。サビダレ斬り。さて受けてみて。研究の粋を見せてやる。熾烈な炎を生きり立て。はいよ。師匠に怒られる。このままじゃ、いや、手加減救いの手よ。これでよし。熾烈な炎よ、生きり立て。かかってきな。狙ってくぜ。来た来た。おとなしくしてね。ほよ。開始。演算終了。熾烈な炎で生きり立て。さて、火炎よ、焼き尽くせ。行くぜ。頼んだぜ。礼を言う。来た来た。サビダレ斬り。受けてみろ。熾烈な炎よ、生きり立て。行くわよ。炎よ、焼き尽くせ。だいぶおとなしくなったけど、こっちの声が届いてないな。捕獲できたらグラチェス君、話を聞いてくれるかも。さあ行こう。いただき。ガオー。へへ。来るな。話せ。話さぬか。ごめんね。君の大切なものをもてあそんだね。私たちの勝手で。
私は守れなかった。大切なものをどうすればいい、どう生きてゆけば。君がなくしたものはもう戻らない。でも君の大切なものは他にもあるはずだよ。そうか、そなたは獣人か。うん、オーシュット、トド母から来たの。悲月の夜が迫ってるから。悲月の夜。ああ、久しく忘れていた。私に守れるだろうか。もちろんだよ、グラチェス君。私たちには君の力が必要なんだ。吹雪が止んだわ。この悲しみを忘れることはないだろう。だがそなたが思い出させてくれた。私には守るものがもう一つあったと。この力、そなたとトト母のため尽くそう。ありがとう、オーシュット。こっちこそよろしくね、グラチェス君。おっちゃん、死んだの？私たち帰るよ。グラチェスをまさか捕まえちまうとはな。お前さんのおかげで仇も撃てなくなっちまった。となりゃここが俺の死に場所だ。あのさ、おっちゃん、命は大事にしときなよ。自分の命も他人の命も。名誉なんて食えもしないんだからさ。ほら、こんなとこにいたら凍えちゃう。いつまでもグズグズ言ってないで、さっさと山を降りるよ。ロール。ちょ、お前、離せ。おい。はあ、あったけー。後悔してるぜ。てめえらの勝手で。グラチェスを狙ったことを。すべてはあの狩人が来てからだ。黒の狩人。やつは俺らを集め、従え、グラチェスを狩ろうとした。狩りの顛末は知っての通りだ。グラチェスは狩れず、腹いせに卵を潰すことになった。そいつが卵を。やつの責任だなんて言うつもりはねえ。俺らの意志が強けりゃ突っぱねることだってできたんだ。分かっちゃいたんだ。憎む相手は獣じゃない。悪いのは全て俺たちだってな。おっちゃん、
いろいろ背負いすぎ。まあ、干し肉食いなよ。いいからいいから。うめえ。おい、アルタヘを見てみろ。アルタヘの吹雪が、吹雪が止んでいるぞ。冗談はよせ。グラチェスがいる限り止むまい。怒れるグラチェスが我らを許すことなど。冗談ではない。グラチェスは許したのだ。こうしてはいられぬ。皆にこの吉報を伝えねば。外はやっぱ冷えるな。そうね、ポカポカしたとこに行きたいわ。暖かいと眠くなっちゃうんだけど。マヒナはのんきだな。あら、オーシュットには負けるわよ。ああ、マヒナの分までしっかりしなきゃ。オーシュット知ってるよ、マヒナがしっかり者だってこと。行こっか。ええ、テラ君とグラチェス君。アクタはちょい小さいけど、思ったより時間かかっちゃったけど、まだ大丈夫だよね。ん？なんかうまそうな匂いがする。相変わらず食いしん坊さんね、オーシュット。でもダメよ、早くジュバ様のところに戻らないと。もう分かってるよ。島のみんなへのお土産は帰りがけに狩ればいいか。よし、それじゃあトト母に帰ろう。
獣だ。来た来た。さい。さて、イカズチを貫け。こっからだ。さて。なるほどね。行くぜ。私の獲物だ。サビダレ斬り。どうしようかしら。イカズチよ、貫け。ごめんなさいね。正気、イカズチを貫け。来た来た。ガオー、サビダレ斬り。やったな、オシット。やってやるぜ。頼んだぜ。ありがとう。さて、ふっきゃっと、この手でイカズチを貫け。これでよし。思考演算終了。イカズチを貫け。悪くないアプローチだ。大事にするね。大事にするね。大事にするね。大事に。
大事に。大事にする。頼もう。大事にする。大事にするね。大事にするね。私の獲物だ。行っといで。ごめんね。来た来た。マヒナ。今だ。私の。よいしょー、テラくん。ごめんよ。やべ、
私の獲物だ。よいしょ、いっといで。およ、やっぱこれだよね。さあ行こう、いっといで。私の獲物だ。やっぱこれだよね。まずい。やっぱこれだよね。来た来た。私のよいしょ、いっといで。ほよ、やっぱこれだよね。さあ行こう、いっといで。いいお話ね。踊るわ。行きましょう。
頼もう。踊るわよ。あげるね。あぶねえ。いた。さあ、行こう。
ここからだ。どうしようかしら。斧の一戦。私の獲物だ。どうせさあ。行くわよ。突撃だ。行くぞ。さみだれ尻。こちらの番だな。さみだれ斬り。およ。どやれれれれ。今だ。あたしの番。なせばなる。私の番ね。手加減なしよ。炎よ、燃えろ。狙ってなさい。悪い子につける薬はないの。あいにくね。大事にするね。大事にするね。
頼もう。大事にする。
行くよ。そこ、ここね。来た来た。マヒナ。いざ。行くわよ。イカズチよ、貫け。ごめんなさいね。キャスティ。任された。これでどうだ。私の番。そこ。私の獲物だ。さびだれ切り。さて。イカズチよ、貫け。行くわよ。イカズチよ、貫け。行くよ。そこ。よし。ここからだ。のためにさみだれ斬り。よし、次。世辞はいい。剣が錆びる。ほよ。さびだれ斬り。私の番ね。炎よ、燃えろ。これでよし。こちらの番だな。さびだれ斬り。よし。まだまだだな。イカズチよ、貫け。眠ってなさい。いいぞ、キャスティ。ドリャレレリリャー。よっしゃー、ガオー。さあ。
ここからだ。サミダレギリ、今だ。どうしようかしら。なるほどね。来た来た。行くよ。そこ。私の番ね。イカズチよ、貫け。これでよし。悪い子につける薬はないの。あいにくね。アグレア、行きます。こちらの番だな。使わせてもらう。行くわよ。氷よ、切り裂け。さあ、行く。ドラレレリリャー。踊るわよ。来た来た。どっせー。さあ、そこ。ここからだ。これで終わりだ。世辞はいい。剣が錆びる。大事にするね。いいお話。
勝負だ。いざ。いざ。サビダレ斬り。女だって。ここからだ。サビダレ斬り。行くぞ。殿のために。サビダレ斬り。いざ、サビダレ斬り。仕上げてやる。ここからだ。開始の太刀。やっ。返す。行くぞ。使うぞ。いざ。使うぞ。やっ。返す。こちらの番だな。サビダレ斬り。女だって。返す。いざ。返しの太刀。行くぞ。サビダレ斬り。返す。こちらの番だな。サビダレ斬り。女だって。返す。ここからだ。使うぞ。こちらの番だな。使うぞ。返す。行くぞ。殿のために。会心の槍、よし。富国の誇りとともに。まだまだだな。いい技。大事にするね。ギルさんにもらった希望の歌、思い切って塩つけるなんて言っちゃったけど、いいフレーズってなかなか浮かばないな。うんうん、旅を続けていればきっと見つかるはず。さあ、ここが次の舞台ね。ああ、女神様、
力をお貸しください。ん？タンジーのバカ力でもビクともしないか。タンジーのせいだよ。近道しようなんて言うから。リコが寝坊しなきゃ急ぐ必要なかったんだけど。ただでさえ船が遅れて押し押しだってのに。そうだ、こうだ。押してダメなら引いてみよう。はこうでなくては。言ってる場合ですか、座長。台車がなきゃ丸腰で舞台に笑い者になりますよ。本望だな。笑顔に勝る宝などない。私知ってます、ハマった時に抜ける方法。本当？っていうかあなた誰？島の人？旅の者です。皆さん丈夫な棒はありますか？ふむ、丈夫な棒か。リコ、こうだ。どう？コーダの縦笛じゃない。いいわけないでしょ。なさそうかな。ちょっと待ってて、私が探してきます。ありがとう。いいお話ね。ありがとう。
これをこうして、さあ動かしましょう。せーの、見知らぬ少女よ、助かったぞ。田舎じゃ男の子に紛れて泥遊びしてたから。可愛らしいのにやるわね。お嬢ちゃん、名前は？アグネアです。アグネア・ブリスターニ。ブリスターニ、まあいい。アグネア、心よりお礼を。我らはジゼルザだ。旅芸人をしている。わあ、すごい、いきなり鳩が。笑ってくれたな。知っているか、笑顔に勝る宝などない。だから我らは世界中を巡り宝集めをしているのさ。世界の隅まで笑わせる、それがジゼルザの合言葉だ。素敵。私踊り子なんです。スターを目指して旅してます。へえ、いいじゃない。ねえリコ、こうだ。アグネア、夢見る少女よ。スターとはどんな時も人を笑顔にする存在だ。やめる時も雨の時も恋する時も、客の前に立ち続けるものだけがたどり着ける高みさ。はい、座長さん。座長、そろそろリハーサルの時間が。楽しい時は一瞬だな。また会おう、夢見るアグネアよ。後で舞台をやるから、よかったら見に来てね。笑顔になること受け合いよ。世界の隅まで笑わせる、どんな舞台なんだろう。きっといい勉強になりそう。よし、行ってみよう。
しましょう。目を離した私が悪かった。油断したわ。はあ、捕まえるの大変なのに。あら、アグネアちゃん、どうしたんですか皆さん、舞台は？それが逃げちゃって。逃げたって、あ、さっきの鳩？大変、私も探すの手伝います。うん、違うの、逃げたのは座長よ。どういうことですか？本番前になるとたまにあるの、打たれ弱いとこがあってね。連れ戻さなきゃ主役不在になるわ。あー、女神様。タンジーさん、私にも手伝わせて。座長さんに何があったかはわからないけど、集まってくれるお客さんのために座長さんを探しましょう。アグネアちゃん、ありがとう。ありがとさん、こんなところにいた。夢見るアグネアか。急にいなくなって何があったんですか？消えたんだ、口上のセリフが。リハーサルでな、急に頭が真っ白になって。あれが本番だったらと思うとそっとする。前にも何度かあった。その度に逃げたんだ。もう舞台には立てない。私の芸人人生は終幕さ。座長さん、舞台を楽しみに来たお客さんはどうなるんですか？海はいい。悩みも苦しみも何もない。きっと心地いいだろう。何者にも干渉されず。ああ、願わくば海の底で静かに眠りたい。はい、なりたい。ありがとう。座長さん、貝になりたいって。てんだべー。食べ？
生きてりゃ辛いこともある、当たり前だべ。でも目の前の人は何があっても幸せにする、それが私たちの存在意義だべよ。アグニャ、その足ボロボロではないか。何度も豆を作っては潰した指先、まさにたゆまぬ努力の結晶。君はその年でどれほどの苦労を。こんなの何でもない、ずっと踊ってきただけ、目の前の誰かのために。ジゼル、前を向くんだべ。セリフが消えたらまた覚えればいいべ。自分を信じて努力して技を磨く。どんな時もみんなを幸せにする、それがスター。つまずいたって踊り続けるんだべ。つまずいたって踊り続ける。さあ、殻から出るのよ、ジゼル。あなたは貝じゃない、光り輝く真珠よ。みんなに届けるの、あなたの輝きを。アグネア、やろう、もう一度踊ってみよう。うん、一緒に行きましょう。世界の隅から隅まで馬車を借り、今宵たどり着いたはトロップホップ。皆様の心に咲かせましょう、笑顔という花を。世界の隅まで笑わせる、我らはジゼルザ。よかった、アグネアちゃんのおかげよ。台車のみならず座長まで正しい道に戻してくれた。ああ、ごめんなさい、ちょっと熱くなりすぎました。座長さんを呼び捨てにしちゃったし。いいって、そんなこと、感謝しかないよ。あの人はいい芝居するでしょう。はい、とっても。座長はあの逃げ癖のせいで劇団を転々としてたの。でも舞台に立ちさえすれば誰より輝くのよ。ねえアグネアちゃん、どんな魔法を使ったの？今夜の座長は今までで一番輝いてるわ。ああ。
女神様、今日という日に感謝いたします。ありがとう、とびっきりの笑顔ありがとう。さて、皆さんに紹介した、ここまで私を導いてくれた恩人、旅の踊り子アグネアだ。え、出番みたいよ、スターさん。さあ、一曲披露してもらおう。よし、さあ、みんな踊るわよ。今宵の成功、そして我が心の師アグネアにな。心の？君ならきっと世界中を幸せにできるだろう。そうですかね。同感です。この子はきっとスターになる。全てを捧げるトルシネア。アグネアならドルシネアにも引けを取らない。人を幸せにする才能は本物だ。そんな褒めても何も出ねっから。私たちも負けてられないわ。もっと練習しましょう。なんたって次の舞台は大舞踏祭なんだから。大舞踏祭？東大陸最大の祭典よ。世界中から芸人や踊り子が集まるの。そこへ立つのは芸に生きる者の最高の栄誉よ。よし、決めたわ。私もそれを目指す。アグネアちゃんも？なんか感じたんです。私が目指すスターの道がそこにある気がする。だったら行くきゃないしょ。ないしょ。アグネア・ブリスターに思い出したぞ。かつての西大陸のスタークアニー・ブリスターニと同じ仮名だ。母をご存知なんですか？そうか、君は彼女の娘だったか。以前工業で西大陸のサイという町を訪れた時に聞いた話なんだが、そこで彼女は20年ほど前に踊り子として活躍していたそうだ。やはり皆に愛されていたと聞いた。君と同じようにな。母さんがいた町、私も行ってみたい。母さんの思い出が残る町に。今年の大舞踏祭まではまだ日がある。先にそちらに行ってみるのもいいかもしれない。ええ、そうします。教えてくれてありがとう、座長さん。アグネア、
私は君にくじけない心をもらった。だが私は君に何かを与えられたのだろうか。座長さん、私ももらったよ。みんなからもたくさん。そうか、それならよかった。アグネア、君の旅に幸あれ。何があろうと笑っていよう。そうすれば幸せがやってくる。素敵なフレーズ。座長さん、それ歌にしてもいいですか？光栄だ。座長、準備できました。それじゃあお別れね、アグネアちゃん。女神様の祝福がありますように。じゃあね、アグネア。元気でね、ジゼル座の皆さん。次に会う時は大舞踏祭ね。ああ、胸が躍るな。踊りすぎて逃げないでくださいよ、座長。心配するな、私はもうどこへも逃げん。つまずいても踊り続けるさ。だろ、アグネア。はい。Thank you.